ね、ピアノからの登場です。これすごいピアノですね。そうなんですよ、あの今の上皇様がお生まれになった時に作られた限定100台のピアノなんですが、今現存しているのが3台で、そのうちの1台なんです。とっても貴重なピアノなんですよ。すごいですよね。今日私がお邪魔しているのは、あの昭和町、西城神殿にあります杉浦院というところなんです。あの山梨県で昔流行した地方病を、まあ、収束させるためにこう尽力された杉浦健三先生、三郎先生があのこちらで、ね、診療していたということなんですよね。本当になんか地方病っていうこと自体、私恥ずかしながらあのその存在を初めて知ったんですけれども、まあ、今風化されつつある中で、どん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 これからもその後世に伝えていきたいということで、いろんな活動もされているということで、非常に興味深いお話を伺いました。ぜひ本編見てください。毎週水曜日にいいとこ山梨放送しています。ご覧ください。